はい、始まりました。野村の野望創造実況伊達政宗編、ついに始まった九州攻め、本田忠勝を使って、まあ、来る敵を潰していくという作戦を続けている状態ですね。それではスタートさせていきます。まあ、突撃してトンボキリしてカラスミで、お、なんか、え、まだ使い切ってるぞ。ちょっと待て、めんどくさい、逃げよう。戦勝、戻ってこい。めんどくさいことになってる。わあ、また来た。13,500、こっちがやばいな。完全に使い切ってもうたな。戦車、逃げて、お、やる気満々や。すげえやる気満々や。落ち抜けが。なぜ。紙幣。ちょ待て。わあ、奥義戦来た。やられた島左近。削りながら。奥義戦してるから。戦線離脱。やられたか、戦っても。まずい。サコンがやばい。わあ、忠勝に来るか。忠勝がやばい。逃げろ、とにかく。やれんな、これ、忠勝。身動き取れへん。うわあ、削られる。潰されたか。さすがの忠勝も、これは無理か。あら、これ以上やっても無駄や。一旦下がって、おお、こいつら一旦下がって。エンド。浮きたか。エンドも海渡っていくか。こいつも海渡っていくか。なかなか突破するの難しそうやからな。左近も一回戻るか。道路がやばいやつはみんなちょっと一回返そう。おまかすはいけんな。こいつで行くしかない。佐竹、真田、雪村も頑張ってもらおう。残り30日で。北条、承知いたしました。兵糧が混じってるからな、みんな。よし。起こしたか。お、
勝。捕獲したぞ。こいつら、こいつらですねか。承知いたしました。いいな、マサ。承知しました。63インチ。かしこまりました。エース以外勝つ。細川、このまま海渡っていくか。承知いたしました。鈴木も海渡って、長政も海渡っていくか。よし、止まりました。なら、いいな、おまさも海渡ろう。よし、ひたすら兵糧がやばいな。こいつは兵糧大丈夫やな。お、落ちたんか。こう、お任せください。やっぱり承知いたしました。みんなかしこまりました。で、小倉城とにかく行こう。兵糧相当使ってんな。かしこまりました。かしこまりました。まあいいか、そっち経由でもいいか。こいつらもちょっと小倉城に入るか。お任せください。お、ちょっと待って、忙しい。それで打ち抜けで潰していくしかないな。で、向こうは向こうで強い技持ってるからな。承知いたしました。奥義一戦やられるとめんどくさいねんな。行きます。ごめん、周平赤ゾナ抜け。決める。うわ、強い強いよこれ。ヘコヘコやん、こっち。やっぱ山だよな。で、強いな。この死人の山、死んでるやん。あ、なんか戦った。死人の山見てる間に戦ってた。よし、突撃したね。足止め関係あらへん。いけ、打ち抜けで削れだけ削れ。やられたか。まああと普通弓で戦うだけやな。よし、足止めするか。よし、こいつもこっち押さえた方が早いな。左近も津軽もこっち行くか。大渋滞になってる。よし、大吉郎。おいち、とりあえず補充できてるやつもいるな。ここか。Yeah.
じゃあ縦にして使うか。敵引き寄せるか、挑発して承知いたしました。セーブズしてよし、続きなさい。なんか戦うことになって思ってんな。やられてもて、引っ張られすぎて。よし。上杉はもうこっちに行かせるか。そして指示進行。全然出へんな。自力の部隊で攻めるしかないか。矢沢は疲弊した状態でこのまま攻めるの難しそうやな。病気になったりしててあかんな、出せへんぞ。ここ出せるか。ここも病気か。斎藤が兵糧抑えられたな。都合ついたな。ギリギリやな。かしこまりました。よし、こいつら兵糧入って、佐竹も清正任せください。ほ、待機せよ。よし、承知いたしました。ガンガン進んでって兵糧待機しろ。よし、兵糧入ったな。東土高虎このまま九州に流れ込め。ご命令を先月の終始です。報告します。ただやられたんが辛いな。戦ってやられたんが辛い。ここか、これいいな。重さ出てねえな。上層壁入れるか。もったいないような気もするけど。そしてここにも
もうちょっと強いやつ。おーだ。みんな病気やな。ここ神戸いるし。ここ鈴木か。細川。細川でも送るか。工場1月。真田信行。出せるとこは出してんねんな。よし、これで兵糧買っとこう。兵糧足りひんわ全然。整備とか全然やってへんな関西。まあこれは動き遅いわけや。今さら感もあるけど、全然やってへんな。なんじゃこのいい加減さ。お。移動スピード遅かったわけや。よし。あ、西の方はまあいっか。やってるところもあんねんな。太いところは結構やったんねんな。まあ終盤やからな、そんなやってももう仕方ないんやけど。すごい勢いで工事やんなこれ。北の方もやってんのじゃん。お。お。こっちもやってんな。よし、もういいや、めんどくさい。よし、軍団編成だけして、お、よし、今回はこれにて終了。このままさらに西へと攻め込んでいきたいと思います。兵が補充できたらまた随時送っていく感じですね。よし、以上、終わります。